強そうな奴がいるぜ。正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。行け。そこか。ここでペルソナだ。倒せなかったか。ペルソナ。なんだよ。やるな。ペルソナ。頼むわ。さて、よし倒した。ほらとっとと。よっしゃ。さてと。何か。ジョーカー、そうだな。おや、どうする？うん。ふん。なるほど。どうする？これって…ああもう…お？怪しいな。どうする？うん。なるほど。おう。なんだよこの部屋、鈴井の写真だらけじゃねえか。これ全部鈴
鈴井の写真か？絶対にね。なんか、闘志湧いてきたよ。気分は良くないだろうが、部屋を探索するぞ。あんな大仕掛けで隠してたんだ。必ず何かある。感じるぞ。これってメダル？その大きさと形、覚えてるか？柵を開ける仕掛けについてた丸いくぼみだ。待って、メダルの下にも何かあるよ。こいつは前のとは別の見取り図だ。ラッ、おお、これで見取り図が揃ったみたいだぞ。こいつは前のとは別の見取り図だ。ラッキー、一緒にいただいとこうぜ。じゃああれか、お宝の場所もわかんのか。見ろ、きっとここだ。変な形の建物だね。塔か何かかな。今の場所から考えると距離的にはあと半分ってとこだな。よし、だったら一気に行っちまおうぜ。いや、先が見えたならペース配分も考えられるはずだ。適度に引き上げつつ探索を進めようぜ、ジョーカー。どこか。あいつはなんか、あいつ様子おかしくね。ブツブツ言ってるくせに動かねえぞ。気をつけろ、我が輩の予想通りならあいつはちょっと厄介だぞ。よし、なら俺が速攻で黙らせてやるか。気をつけろよ。うわ、なんだよあいつ急に。攻撃したら動き出したか。やっぱり予想通りのやつみたいだぜ。だがあいつを倒せば。お前たち見てろよ。うわ、なんだ、爆発したぞ。説明は後だ、今は戦闘に集中しろ。またさっきのがいるな。あいつは中途半端に手を出すと厄介だ。叩くときは
弱点をついたりして一気に畳みかけて爆発させるのが良さそうだ。眠らせたりで動けなくするか、いっそ後回しにするのも手だな。ペルソナ！レベルアップ。すごいね。研ぎ澄ませ。感じるぞ。ん？こりゃ。お？え？よし！